皆さん、こんこにちは。本日はエンターテインメント及び政治ニュースのチャンネルとともに過去24時間のハイライトをいくつか見てみましょう5月25日令和初の国賓として来日したアメリカ合衆国のトランプ大統領夫妻大統領が訪れる関係先周辺は 警視庁最高レベルの限界体制がしか、大統領が乗車するリムジンは、防弾仕様は当然のこと、ミサイルが直撃しても、その爆発力に耐えうる構造になっている。そのため、ドアは工事へにより、20センチを超えると言われている。実際のところ、どんな攻撃を受けようとも無事だというのが、本当のところなのだ。この世界最強の車は、ビースト、野獣、前後を警護するのは、 アメリカ合衆国シークレットサービスの警護者だ。このシークレットサービスは国土安全保障省参加の警察機。大統領の警護、警備が主な任務の一つになる。シークレットサービスのベース車は多くがシボレーサバーバンを、これは有事の際に車両を動く壁として利用できるからだ。車列には M4 カービンと呼ばれる自動小銃を構えた。 屈強な護衛艦が乗務する車両や、電子戦に備えた高帯域のジャミングをかける車両、軍事衛星を利用して、隠し通信を確保する車両など、各種最新鋭の装備を搭載した特殊車両が連なる。車列は30台地。車列の長さも100メートルを優に超える、長いものになる。まさに世界最強の車列軍団というにふさわしい。 来日直後の移動時の車列構成は以下の通り。パトカー。パトカー。警護車。警視庁。大統領専用車。ダミー。大統領専用車。警護車。警視庁に。シークレットサービス。突発事案対応用シークレットサービス。電子センター用車。シークレットサービス。通信車。米国大使館車両。シボレー警護車。警視庁。米国。 ホワイトハウス関係要因者、米国大使選。シークレットサービスのシークレットサービス、救急車検と目的者、スタッフ遂行者2、ホワイトハウスコミュニケーションズエージェンシーロードランナー、衛星、スタッフ遂行者3、シークレットサービス3、スタッフ遂行者、外務省スタッフ者2、警護者、警視庁、パトカー1、米国報道陣3、ゲリラ対策者1、 具体的に見てみよう。18、日本、ハイエース、用途不明。19、米国、ロードランナー、衛星通信社大統領車列に必ず組み込まれる、車両。ホワイトハウスコミュニケーションズエージェンシーに所属している。アメリカ軍の軍事衛星にデータを送信しながら、走行。映像、電話等の隠し通信システムを構築する車両になる。映像、画像を、 リアルタイムに暗号化し、軍事衛星を介して、ホワイトハウス、別名 MC2V、モバイルコマンドコントロール、ビヒクルト、20から22米国、ホワイトハウススタッフ社、23から25米国、シークレットサービス、詳細用途不明、26、人員輸送用帯前、どちらかの政府要員を輸送する、スタッフ版と思われる、27、34、 はこちら写真。